明日の AKB48 の明日よろしくは日高ゆずきさんです。長すぎるって言われた。30分ぐらいできるかな。 AKB ミテートの明日よろしく、明日はゆずきさん。 OK、 ゆずきさんのファンの方も絶対嬉しいって思ってくれてるはず。私も嬉しい、私が嬉しい、とても嬉しいです。本当に誰に回そうかと思ってなかなか配信できずにいたんですよ。今日ずっとレッスン場にいたんですけど、誰に回すか本当に大変で、ゆずきさんに回せてよかったね。はじめまして、はじめまして、来てくれてありがとうございます。中野さんから嫉妬されないといいですね。されないと思います。多分かえにゃんナイスって思ってると思います。ラブリーさんが私に回してくれたのもきっとこのためだったんだよ。ナイスハイニャン、 K2 においで、行く。両人クマさんありがとう。僕はクマ、クマ、昨日のショールームではなんか全然握手会今回来てくれない、来てくれないわけじゃないけど、もう諦めようかなと思ったんですけど、やっぱり2020年目標を掲げたばっかりだから、まだ1月なのに諦めたくないなと思ったので、やっぱり握手会を頑張りたいので、大阪の2月2日の大阪の部が早い方が来てくださる方多いのかなと思うので、わかんないけど、6と8の時は、でも6部と8部だった時はどうだったか、早い方が多かったかな。皆さんどうですか、どっちの方が、どちらかだけでもやっぱり完売させないとどんどん後ろに行ってしまうのは、やっぱり公演とか頑張ってるけど見つけてもらえなくてどんどん下がっていくのは嫌だなって思ったので、やっぱり頑張らせてください。6部が多かった。じゃあ7部、今回だと7部かな。7部の方から来てくれたら嬉しいと思います。お願いします。23日、そうだそうだ、23日のカスヌタ足跡公演に出させていただくことになりました。ランランさん早く良くなりますようにという思いと、出させていただくことへの感謝の気持ちを持って出させていただきます。スクランブルで、よろしくお願いします。あのランランさんのファンの方はすごく残念だと思うけど、キャンセルしたりする
方もいらっしゃるのかもしれないし、そのままもう来てくださる方にはすごいね、代わりが私で申し訳ないんですけど、精一杯明日鉄菜なので、公演終わってから精一杯練習していいパフォーマンスをするので、ぜひ温かく守っていていただけたらと思います。ナンナンさんのファンの方は本当にすみません、私ねという感じです。でも頑張るのでよろしくお願いします。早く良くなりますように。公演久しぶりかもしれないです。新名所さん、鼻が詰まってます。風邪ひいてます。ブログ上がってる、お、みんな見てください。今回のブログでは長崎の諫早市っていうところにあるフルーツバス停について紹介しました。めちゃくちゃ可愛いんですよ。一回ちょっと検索してみてください。検索してみてください。長崎でのお仕事ができるようにいっぱい長崎のことを書いているので、見てください。ね、なんだっけ、スイカとメロンとイチゴとトマトとみかんかな、じゃあインスタ映えってやつ、インスタ映えってやつなのかな、都会の女から言わせてもらうと。フルーツバス停、長崎のフルーツバス停って調べてみてください。明日は切なに出ます。キミちゃんの生誕祭に出させていただきます。リップロール、リップシンク、新しい特技、長崎のこと知りたい、いっぱい教えてあげる、教えてあげるよ、握手会でも教える、じゃーん、書いたよ。ちょっと字のバランスがおかしくなっちゃった。さっきと違ってリラックス。そうなんです、お家に、そう今着いたもんで、AKB の明日よろしくの時は緊張しててあんまりうまく話せませんでした。あ、うん、綺麗な字ありがとう、綺麗らしい、ゆずきさん大好きなの、
私実はね、みんなには隠してたんだけど、な、握手会の紙置いてきちゃった。あっちに。2月2日はね、にゃんにゃんの日だから、猫耳こす、猫耳をつけようと思いますが、どうですか？来てね。楽しみにしててください。そう、宣伝そうしていいのかなって思って、みんなに負担をかけたくない気持ちもあるけど、やっぱり私だって上に行きたいっていうか、頑張りたいっていう気持ちもあるっていうかな。そうですね、意志は強いので、いつかみんなを喜ばせたい。2月1日はどんな服ですか？何がいいですか？何がいいですか？素直な気持ちを聞きたい。よかった。みんなと会える時間が少なくなるのは嫌だ。海源から誕生日祝いメールが来た。お、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルをフィフィ。そう、思い出した、12月のお客様生誕に、そう、出たかった。流れちゃったんだよね。だから絶対また出るから。気づいたら誕生日過ぎてた。嘘。じゃあ来年はお祝いします。しまっするしまっするしまっする。ドゥルルルルル。今日メール少なかった気がします。自己申告、反省。ちょっと練習してた、ごめんね。たまに時間を忘れる時があるんだよね。明日は鉄なだよ、見てね。いいよいいよ、全然少なくない。本当？はい、そうですね。今日はちょっとゆずきさんに会えて嬉しかったな。前髪の調子、嘘、変ない？どんな前髪でも愛してくれますか？今日はペッパービーフっていうのを食べました。辛かったです。菅原さんみたいな前髪みたい。
菅原さん生誕祭おめでとうございます。菅原さんはとっても綺麗です。今日の服は清楚だねって言われました。清楚なんです。ナーヤンみたい、清楚系女子らしいです。そう、セブンイレブンさんのやつ。イケちゃん頑張って、ありがとう。イケちゃんって言われるとジュリナさんに呼ばれとる気分になる。イケちゃん呼びやから。ナーヤンに次ぐ清楚キャラ、ほら清楚だって。みんながイケちゃんってコメントするやん。真似しよるやん。池は深いですか？深いよ。水深何メートルか分かんない。来たら最後さ。でもそんなこと言ったらみんな来てくれないですよね。来てくださいね。来てくれなきゃな、いちゃうよ。ほんとだよ、ほんとだよ。みんなすごいから、私のファンの方もきっと分かんない、心配されてるかもしれない。みんなに心配はかけたくないんだけど。カッツン握手会行くよ、ありがとう。池にはまりに行きます、待ってます。カッキーさん帰で行け、そう帰で行けだよ。白って肌が白く見えますね。今日白飛びしてない。いつも白銀の世界なのに。明日のテテの声楽しみにしてる。お、楽しみにしててください。私も楽しみです。104回目か105回の中です。104回目か105回目かぐらいの公演です。ファンの中に入っているといいな。入ってますよ。あさって S 出るので。そうです、チーム S さんの公演に出させていただきます。頑張ります。大人が終わったら S に切り替えます。チーム S 公演は楽しくて、特にアンコール明けがめちゃくちゃもう好きですね。放課後レースからの S 推しはもう皆さんももう盛り上がりマックスってとこじゃないでしょうか。衣装変わったらしいじゃないですか、チーム S さん。何になるんだろう。そう、にゃんにゃんかいにゃんをにゃんにゃんかいにゃんを披露する日が来た。昨日須田さんの密着のテレビを見ました。皆さんも見ましたか？改めてすごいなとすごく思いました。須田さん
のなんかもう出会う人全てを虜にするようなあのオーラ、人を引きつける力というか、すごいまだもう自分にはないすごいものを持っているなって、そんなすごい先輩が同じグループにいるなんてすごく素敵なことだし、いっぱい勉強したいなと思いました。ちなみにももたんはなんかなんだったっけな、まだ見てないと言っていたので、須田さんが可愛かったよっていう感想をももたんにお伝えしておきました。今まで行ったことないけど SKE 遠征初チャレンジしてみようかな。お、してして楽しいよ。 SKE の劇場は本当に熱気がすごくて、もうメンバーも全力だし、ファンの方も全力だし、私がオーディションのショールームしてる時に SKE のファンの人はSK 劇場で待ってるねって言ってくれて、それで私も SK 劇場に立つんだってすごく思ってて、今はもう劇場にいる時間は本当に長くて幸せなことだなって、幕が開く前にすごいいろんなことを考えるよ。なんか緊張するけど始まるぜみたいな。ファンの方もドキドキだよね、始まる前のあのオーバーチャー。劇場でしか味わえない何かがあるけん、みんな来てくれたら良いと思います。そして握手会も来てほしい。公演を頑張っていて、なおかつ握手会も頑張ってこそのアイドルかなと。だから握手会も来てください。 S 公演どちらかというと下手が多め。うーん、そうかしら、どうかしら。うーん、そうね。どうだろう。最初は下手、下手だね。お気どき、あ、下手だね。気づき、不器用対応も下手だし、アンコールも下手で、なんなら花道もあるし、下手が一番近くで見れるのかな、花道に行くから。あ、でもゴナジャンで上手の花道に行くので、どっちでも見れるのかなとは思うけど、どうだろう。K2 に昇格してほしい。ゆずきさんと一緒だよ。ゆずきの図はつに点々だよ。公園のここが良かったよとか、そうですね、ここが良かったよとか、何の曲が好きだよとか、48グループの話なら何でも乗るので、ホテイトグループの話もしたいし、みんなのことを知りたいな。だしすごいなんか、どちらかといえばなんだろう、口は勝手に動くけど人の話を聞くのがめっちゃ好きなんですよね。永遠に永遠に喋ってもいるし、でも話してくれたらめっちゃずっと聞いてるしって感じです。
壁丼、壁丼ごっこします。どうしたらいいんだろう。ここにあればいいのか。壁丼。イケメン？イケメンですか？ここにいると思って今やったんですけど、いなかった。イケメン。好きだよ。イケメン？ねえ、見ないで。クローゼット洗濯物見えたって。クローゼットと洗濯物見えたって。いや、見ないで。壁ドンされたことないよ。どうなんだろう。自分でやる。壁ドンごっこ しましょう。私がイケメン役で。ということは向かって左側でいいのかな。ファンの方から見て左側。うん、そうだね。でもどこにいても見るよ。どこにいても見るし、見つけるよ。っていうか、どこにいても見つけてね。だって早いね。今度ツーショット写メ会でやってみる。やった。楽しみにしてるね。明日になったら握手会が7部だけでも完売してるといいな。夢にまで出てくるの毎日。それぐらい頑張りたいってことです。ランキング呼びます。早口で。13位くぼっち、12位流し、11位ミニチョッパー、10位アキラ、やばい切れちゃいそう、9位ポルンディポ、8位ゴエ、7位ヤショウ、6位マチ、5位リョウジン、4位アサミミ、2位デラキナコ、2位新作、1位ヒロくん、22位フミくん、75位リョウ、ありがとうございます。カイニャンの全部の公演、 S も K2 も E も鉄のも研究生公演も全部見たよ。どの公演も最高です。嬉しい。これからもいっぱい公演出れるように頑張ります。なのでみんなも会いに来てください。本当にこればっかりはね、自分で自分に会いに行くことはできないので、公演に出るのは自分が努力すれば出られるので努力します。おやすみなさい。いい夢見てね。私もいい夢が見られるといいですね。怖い夢と握手会に追われる、握手会が滑走路に追われるっていう夢は見たくない。滑走路に追われてたんです、一昨日は。